プレミアリーグ第11節スウォンジーとアーセナルの一戦もお楽しみいただきました。ではベン・メイブリーさんと一緒にゲームのハイライトシーンも振り返っていきます。21分はボニーがチェンバーズに押されました。その後狙ったのがモンテーロ、まあ、最終的に両チームに1個ずつはあったんですけども、もし違う審判だったら PK だったかもしれませんが、うん、ここモンテーロのシュート良かったですね。36分これもスウォンジーシンプルにつないで最後はエムネス、まあ、アーセナルの典型的にやられちゃうパターンですけども、正面でしたね、ちょっとエムネスにあんまりボールが来なくてあんまりいいプレーはできなかったんですけど、それは大きなチャンスでした。44分アーセナル決定機ウェルベック、典型的なパターンとしても1回ずつぐらい来たんですね。これはアーセナルの素晴らしいパス回しでそれくらいでしたけれども、ウェルベックにチャンスでした。45分このハイボールにラムジー、エンドが変わって後半です。まずカソルラ、そうですね、後半の途中からスウォンジーが徐々にもうちょっと前に行くようになって、そこでまあサンチェスとウェルベックの動きによってカソルラが結構スペースに入ることができましたね、でこれは右サイドウェルベック切り返しから中でアレクシス・サンチェス、まあ、アレクシス・サンチェスそれまで80メートルぐらい走り続けていたんですけれども、はい、それでも完璧なポジションにいるようにしたんですね。ウェルベックの折り返しの簡単な仕事になったんですね。アレクシス・サンチェスが、まあ、あれだけいいポジションを取って、まあ、カウンターするチャンスがその一つしかなかったんだけど、すごくうまくものにしたんですね。65分モンテーロの仕掛けからボニー、攻撃がどんどんアーセナルの、右サイドでスポンジの左サイドの方に来たんですけど、後半に入って特にモンテーロが結構、チェンバーズ苦しませたんですね。74分交代しようバローのドリブル、まあ、バロー基本的に今日右サイドでプレーしたんですけども、ここで中央に入って一つだけのチャンスを作ったんですね。これをシグルジュソン、まあ、素晴らしいとしか言いようがないんですけども、シグルジュソンコーナーキックは全くうまくいってなかった今日の試合でしたけど、このフリーキックは本当に良かったですね。さらにその3分後です、サイドからモンテーロ、ここにゴミス、テイラーのポジショニング良かったんですね。最初はチェンバリンもチェンバーズも、モンテーロの対応に行ってたんですけれども、ちょっとテイラーが、チェンバリンの注目をちょっと、引いたんですね。そこでまあクロスを送るスペースが